先月30日、郡山市の飲食店で起きた爆発事故では、内装業者の男性が死亡し、19人が重軽傷を負いました。捜査関係者への取材によりますと、屋外のガスボンベからガス管でつながる調理場付近でガス漏れがあり、店内に充満した可能性が高いことが新たに分かりました。ガス管は調理場のコンロのほか、炊飯器や給湯器にもつながっていたということです。また、店の複数の従業員が休業前からガスコンロの周りで異臭がすると話していたことも新たに分かりました。警察や消防は今日に引き続き、明日も現場検証を行い、事故の原因を調べることにしています。